どこ行くと思いますか。いやもうだって何もないよ、だってこの感じ。あそこ見えます、ホームプラス違う、セントントランプ不動産、おうこっちこっち一回待って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 まさか家探しあるねあるね、いいのあるよ、あるある、壁も見てきたしその前に、うん、ホームプラスっていうスーパーなんですけど、あそこで、うん、生活用品を買ってから買ってからじゃなくて食べたいものあったら、あそうか、それ買って買ってください、お土産買ってあげますおめでとうございます怖いよ、そのプレゼントが怖いよ。買いたいものあったら全部買ってください。じゃあオープンが。おごら。お。疲れてるね。なんか。お土産買いたかったら買ってください。本当。本当本当。ここで。うん。本当にいい。いいです。疲れてるね。疲れてるね絶対。じゃあちょっと見よう。じゃあ見よう見よう、かじゃかじゃ。てか見ようぞこれ。ここで買った方がいいですよ。あ本当。うん、また。空港で買うとめっちゃ高くなるから、自分で言います。買ってあげます本当に。おくんが損だ。そんな番組。本当空港で痛み痛み知らなかったからね。うん、キムチめっちゃ高くなる。キムチと海苔がこのこんな高い。わかりましたよ。だからもう一回おくんが損だ。まあいちごの。いやこれは季節ですよね。ポドポドポド、うん、ポド。コストコみたい。日本、うん、よく言う。韓国ってコストコってある？あります。あるある。コストコみたいなね。なんか一個一個でっかいですよね。でかいよね。いやーすごいね。これはだけあったらあの冷蔵庫買わなきゃだね。卵見てますよ。これ入らない。卵。今日これ見たんだよ、これ買ってる人ね。ピザだと思ったでしょう。思った冷凍ピザかと思った。え、卵の売り方すごい。日本ってこれ12個入りぐらい。あ、これか。だから見てください、今何個入ってるんですか。6、5、6、30。だから30、韓国でいくつですか。卵一箱です。30歳、うん、ケラナンパンです。だから30歳をそう言うんですよ、うん、あ、なるほどね、うん、みんな知ってるから。そうか、何歳の農家の卵を運ぶんです、うんうん、ねえいいね、そういう言葉のあやみ。そうそうそう、面白いね。日本も一緒ですかね、まあ、あるか。刑務所から出てくると豆腐食べます。韓国は刑務所から出てくると豆腐をこうやってあげるんですよ。食べて、それが多分もう二度と悪いことするなっていう。映画でもそういうシーン見たことないな。あ、出てくるとあるかもね、うん、見たことあるのかもしれない。トゥーブ、これ全部だね。だから選択しにくいですよ。無理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 。何買えばいいの。納豆も売ってますよね。納豆こんな感じで売ってる。日本はね、ほら3パックで、ね、そう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 。ここ安いの、あの空港で買ういろんなもの。あ、空港よりは安いです。奥乗りこの前なんかのかけてもおいしい海苔みたいなの、あれって何だったっけ。かけてもおいしい海苔、これつまみにもなりますよみたいな。メーカーは違うかもしれないけど多分こんな感じ。うん、これナッツも入ってる。これ迷うね、これ時間足りないよマジで。だから買ってあげるとか言ったし、どうせ選べないかな、多分悩みすぎて。はい、時間終了みたいな。じゃあ制限時間10分無理って、だって初めて来たのに10分。せーの、今日どこに決まりに来たんじゃない。1分経ちました。海苔がすげえな。1個でいいですか。いや、ちょっと待って。2分経ちました。誰に買わなきゃいけないんだけど。3分経ちました。
ちゃんと数えてくださいよ、ちゃんと。ちょっと待って、4分経ちました。ちょっと待って、ちょっと待って、誰に会話に、ちょっと待って、ここでお土産買ってみるけど、前で教えてよ。急だからこうなるじゃん。誰にだっけみたいな。早く人数を決めてください。6分経ちました。5人ぐらいかな。全部これそれでいいですか。ちょっとこんぐらいしとこうか。誰にこれやんの。ちょっと待って誰にこれやんの。ちょっとはい。こうなるんですよ、韓国人も。こんないっぱいあるもん。でもどうしてか分かんない。だってこれで本当測ってますよ。今 3分30秒経ってますよ。いろいろ見なきゃ。ほら、早く乗り入れ。もう無理これ。もう無理よこれ。みんな何がいいのね。みんな何がいいですか。興奮なっちゃいました。やばいってマジで。キムチとか買わなくていいですか。あ、痛い。行きましょう。5分経って言うじゃん、それ。これまだあれでしょ、何分の1かぐらいでしょ。 1% ぐらいしか回ってないでしょ、まだこの広さも。絶望感しかないよね、この広さも。広すぎて。でっけえな。こういうの買った方がいいかもしれないですね。爆発したら大変だから、こういうの買うよりはこっちにちゃんとパックされた方が安全じゃないですか。ちゃんと見て買ってみて。これ全部白菜しか入ってない。외국가져갈건데이런식으로된거없나요이런이렇게하나만종류별로드는거없어요다종류별로드는거는거이렇게따로납개를따로따로사가야돼아그러니까 炒めた김치なんですよ。だから普通の김치じゃなくて。あれかな、これ。あと1分30秒。いっぱいさだね。いっぱいさだです。いっぱいさだ。いっぱいさだ。インスタントラーメンも美味しい、面白いのありますよ。チャーハン麺とか。ちょっと後出しするもんね。時間、あと10秒。あと10秒。タイムオーバー。じゃあインスタントラーメンだけ。どれがなんかおすすめですか。これですね、これ。お、てかこれすごいね、ラーメンの数も。うん。普通に今このぐらい買えばいいと思いますよ。5個これ、このカルボナーラの優しい味、ブルダ炒めだから辛いやつなんですけど、こういうの結構人気だから。これはめちゃくちゃ辛いから。あ、こっちも、これいいと思う。もう OK、 OK。 何分12分30秒だったから、プレゼントはなしになります。冗談。もう止まっちゃうでしょ。面白いね。でもこれちょっと時間あったらもっとゆっくりしたいね。まあこんなテンション上がると思わなかった。カメラ消してゆっくり見ましょう。本当にゆっくり見せてくれない。奥に優しいですね。今回優しい旅行。なんか厳しくないですよ。怖いんだけど。読んでて脱いでもらうためですよ。なんで脱ぐの。なんで100万回出してください、動画の。そのために11月ヘヨンデで脱いで、海に入りました。冗談ですよ。冗談が怖いな。気をつけてくださいよ皆さん。本当にやるよこの人は。やっちゃうからね。結局もう全部変わっちゃったじゃん。海苔、ブルダ、これなんか美味しい。これおすすめなんでしょう。これは結構好きな日本人多いです。チャジャン麺、ごめん。そしてキムチ3つ。
これ本当にこうやって買い物した方がいいね、うん、空港でだから買わないで、金浦空港だと近くにロッテマートがあるんですよ、うん、ロッテマートだ、日曜日休む時もあるんですけど、うん、月2回なのかな、うん、休んだりするんですけど、うん、まあ、それだけ確認して、まあ、そうね、ロッテマート勉強になった方がなんかお土産買うとき、お土産って困っちゃうもんね、やっぱりこれ一個ずつ飲みましょうよ。そうだね、冷えてる、冷えてるのか、冷えてるなんて、急に充電切れ私充電切れてる切れてるよね、完全にもう